スタイリスト山内美咲の頑張らないおしゃれ。皆さんはユニクロのブランドコラボって結構買われますか？何日か前にね、配信したブランドコラボでイネスドラフラサンジュのね、コレクションがもう今期でラストコレクションになりますよっていう内容をね、お届けしたんですけれども、もちろんユニクロのコラボはね、イネスだけじゃなくていろんなコラボがあるんですね。で、この間もね、ちょっとお話ししました、ユニクロ U とかユニクロ C もあるんですけれども、ここのところだいたい年に2回ぐらい発表されているコレクションで、 JW アンダーソンとのコラボのコレクションがあります。JW アンダーソンはイギリスのブランドなんですけれども、もう大元のブランドはなかなかね、いいお値段のブランドです。ユニクロで売ってるのと、そうね、桁が1個違うかしらっていう感じのブランドですけれども、そのね、JW アンダーソンとのコラボのコレクションも、4月の、何日だったかな、4月のね、19日だったかな、そうですね、4月の19日発表のね、コレクションとして、情報が解禁になりました。早速ね、オフィシャルのサイトで私も商品のラインナップ見てみたんですけれども、やっぱりイギリスのブランドなので、ちょっとブリティッシュな雰囲気があるのと、あと毎回非常にこうスポーティーなね、雰囲気をこうスポーティーでヘルシーな雰囲気というのが特徴になっているなって思っています。で、今回特に春夏のコレクションはその傾向が強いんですけれども、今回の、コレクションの内容もやはり、かなりスポーティーなイメージが強いコレクションになってます。ポロセーター、襟付きのポロセーターとか、あとはそうですね、この襟付きポロセーターの形のノースリーブのワンピースとか、あと毎回 JW アンダーソンは結構特徴的なスカートを出すんですけれども、今回もスカートがいくつか出てきてますね。今回はですね、写真で見た感じだとラップのスカートなのかな、ウエストにベルトっぽいのがついているように写真では見えますが、多分こう巻きスカートっぽい雰囲気のなのかな。毎回ちょっとだけ特徴のあるスカートがね、出ることが多いのが JW アンダーソンの特徴なんですけれども、今回もラップスカートが、ラップなのかな、ラップっぽいただのベルトがついてるだけかもしれないな、そういうスカートとかね、出てます。あとメンズの方で必ずプリントの T シャツとか、そうね、冬だと、プリント何かしら絵柄の入ったスウェットとかが出るんですけど、夏なので今回プリント T シャツが出てますね。結構 JW アンダーソンは毎回プリントをメンズで必ず出してくる印象なんですけれども、今回グラフィック柄のちょっと手書きでボーダーをペンキで描いたようなね、プリントが入っていて、なかなか可愛い T シャツが出てます。ただユニクロでプリントもの買うとね、一発でバレてしまうというユニバレ問題があるんで、容易にちょっとおすすめはしませんけれども、でも可愛いな可愛い気がするよ。あとボーダーの T シャツとか、結構ボーダーとストライプ、結構ね、ボーダーストライプ、あと今季はないんですけど割とチェックもよく出ます。やっぱりなんかイギリスっぽい感じですね。で、とにかくスポーツ&ヘルシーっていうのが JW アンダーソンの特徴として挙げられるので、ちょっとね、そういうテイストがお好きな方はチェックしてみられるといいんじゃないでしょうか。あと私が JW アンダーソンで必ず毎回チェックするのは靴下なんですね。必ず毎回靴下、ソックスをね、ユニセックス、男女兼用として出してくるんですけども、今回もね、ソックス可愛いです。ボーダーとかストライプとか、
ソックスってね、まあそんなに見えるアイテムではないですけれども、でもまあちらっと見えた時にやっぱりあの柄が可愛いと素敵ですし、あとあのオフィシャルサイトのねルックブックを見ると分かるんですけれども、まあ、スカートやワンピーススタイルにローファーっぽいものを合わせて、でソックスの柄をアクセントに見せるっていう着方、なかなかね可愛いと思うんで、うん、毎回私ソックスは結構チェックしてますね。うん、あとあの結構バッグも毎回人気があります。本当に割とオーソドックスな、トートバッグが出るんですけれども、なんかこうちょっと LL ビーン風なね感じなんですけども、あの色がね結構可愛いパターンで出ます。今回は、グレーベースと、キャンバス、アイボリーのキャンバスと、あとブルー、ブルーこれデニムではないのか、なんかこうデニムっぽい色だけどデニムじゃないブルーのトートが出ますね。この辺もなかなか使いやすくて良いのではないでしょうか。あのコラボのコレクションはね、それぞれのコレクションにあの特徴がありますので、チェックするとなかなか面白いと思います。JW アンダーソンは私もそうだ、毎シーズン必ず買うわけではないんですけど、ちょこちょこありますね。 T シャツとか、今季はないんですけれども、あの新作にはなかったんですけど、結構アシンメトリーなデザインのものを出します。T シャツもちょっと裾が片方斜めに下がってたりとか、スカートもちょっとアシンメトリーな裾のラインだったり、あの割とそういうのが特徴でよく出されるので、あのちょっとちょっとだけコーディネートに変化をつけたいっていう方はね、 JW アンダーソンもご覧になるといいんじゃないかなと思います。あのユニクロって案外頻繁にブランドコラボが出るんですね。それこそ毎月のように必ず何かしら出る、そうですね、出るかな。ちょっと間が空くと2ヶ月ぐらい空くこともありますけど、まああのユニクロ U とか、まあ、今回最後のイネスとか、割とこう商品数も多くてドーンと出るコレクションもあれば、すごくこう絞った型数だけで展開するちっちゃいコラボのコレクションもあります。あとあの T シャツ類中心だったりとか、あとインナーウェア中心だったりとか、あのもうあのラストコレクションが終わってしまったマメクロゴージなんかはインナー、下着ルームウェアが中心のコレクションで、あとはまあ、家着と外にも着ていけるよみたいなラウンジウェアみたいなのを中心にしてましたけども、多分同じ路線で今プリンセスタムタムのコレクションが出てるかな。下着とそう、ね、家着、プリンセスタムタムはちょっと外には着てきづらいかな。あのリラコっぽいようなスカート、あのパンツとかはありますけど、あのそういう感じのいわゆるこう家で過ごすようなもの中心で出るコレクションもあるので、まあ、その辺だとなかなか意識してチェックしてる方は少ないと思うんですけど、あの、ね、本当にバリエーションが多いのでユニクロは結構ねやっぱり侮れないです。で、やっぱり展開している店舗はあの絞られます。やっぱりそれぞれのコレクション、毎月のように出ますけど、やっぱり超大型店に行かないとなかなか全アイテムを見ることはできないので、多分皆さんのお近くのユニクロがどういうこうサイズ感のお店かわからないんですけども、私は必ずこう銀座とかね超大型店をチェックするようにしてます、ローカルなショッピングモールに入ってるようなユニクロだとどうしてもファミリータイプというか、家族で過ごすようなもの中心になってたりするので、
ちょっとねコラボのアイテムって全部は到底入らない、T シャツだけしか入らないとかパンツ一型しか入らないとかそういうこと多いんですけど、やっぱりね超大型店に行くとお客様とねよくあの銀座店とか行くんですけど、なんかこう全然地元のユニクロと違うんですけどみたいなことで言われることよくあります。まあ、これユニクロに実は限らない話で、あの同じブランドでもどこにお店出してるかによって商品の構成ってかなり違うのが普通です。あのそのお店の特性、出している地域とかお客様の客層だったりとか、そういうのにあと、まあ、もちろんお店の広さね、広さに応じて結構変えるのが普通なので、あの皆さんもね、あのもしお近くのお店どのブランド見てもなんだかちょっとピンとこないからあのブランドはあんまり好きじゃないなと思ってるブランドでも、あの行くお店を変えてみると案外それ違うことありますのでちょっとね注意して見てみてください。あのざっくり言うとショッピングモールは、ファミリータイプ、あとは、比較的大きな通勤の方が多いようなエリアにある、ファッションビルとかそういうところにあるところは結構オフィスワーカーとか、家族向きじゃない、もうちょっとそのおしゃれ着対応になってたりとかする場合が多いです。ざっくりですけどね、はい。なのであの同じブランドでもねお店によって違うので、まあユニクロももちろんそうなので、ぜひねその辺チェックして違いを楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思います。ひとまずね4月19日展開開始の JW アンダーソンね、ぜひあの公式サイトでも商品ラインナップ出てますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ではまた。Thank you.